それでは教材について勝田が発表いたします。まず概要なんですけど、今回、タイトルにもあったんですけど、センテンスペアモデリングに対して、サブワードの有用性っていうのを今回調べるっていうので、そのモデルを組み込むと従来の手法よりも事前学習されたワードエンベディングを使わずにステートオブジェアートを達成したというような論文になります。で、今回はセンテンスペアモデリングに対して注目してるんですけど、翻訳や言語モデルではもうその有用性があるというのは先行研究でも調査されてるんですけど、セマンティックとかシミュラリティまでいくと、それがどういうぐらい影響されるのかっていうのはないっていうことが、今回の目的とな、今回このタスクに対して注目した目的の理由となっています。で、簡単に事前学習されたやつっていうので、シミュラリティなりパラフレージングなんていうタスクが改善するっていうようなことが過去の研究ではニューラルモデル使って達成したっていうのがあるんですけど、しばしばこのワードエンベディングを使う時の欠点として、それに存在しないアウトボキャブラリーという部分では結局は精度が悪くなったりする部分があって、それがしばしば出てくるようなソーシャルメディアとかを対象とするような研究では、やっぱり精度が悪くなるといったようなことがあります。で、今回その文同士でのベクトル表現をサブワード単位で作って、目的としてはシスターやシスターとか、TGs が近くなるっていうのが目的なんですけど、当然サブワードだけだと、Where や War みたいな間違えたやつも近づけてしまうような可能性はあるだろうっていうのが、どこまでそのタスクに対して影響するのかっていうようなのを調べていくっていうような内容になります。で、今回、ざっくりニューラル、今回もニューラルモデルを使うんですけど、その概要的なもので、まず最初にバイエル STM、CNN、アテンションなんかで、ベクトルを作って、それに対して何かしら関係性とかをが学習されるだろうっていうので、それを出力してアウトプットでクラスタリングするみたいなのが全体のニューラルの流れで、今回注目するのはその一番上に書いてあるようなワードベクトルのところなんですけど、そこっていうのが、そこで2つの意味関係とかを取るっていうのは結構、チャンクが対応依存したりするっていうのが知られているらしいです。で、今回ベースとするモデルのこの PWI モデルっていうのが、簡単に言うと LSTM を入れて、そこからここの部分でコサイン類似度やだったり、ユークリッド距離、ドット積を取って、単語同士の対応を取って、ハードマックスじゃない、ハードアテンションで、強い部分を引っ張ってきて CNN 通して、ソフトマックスして予測するみたいなモデルなんですけど、今回これをベースとして、そこに今回サブワードを拡張していくみたいな形になります。で、サブワードも、今回は合成関数を2つ使って、それぞれ、傾向を見てみて、上の方が、これ もうキャラクターベースで、LSTM を突っ込んで、バイ LSTM でそれぞれの方重さを決めて、合成して、1つのベクトルにする、で、下は、キャラクターベースで CNN をかけてやる、LSTM 使うか CNN 使うかというような違いですね。で、それともう一つ、言語モデルっていうのを用いて、最終的な目的関数を拡張するっていうようなことをしています。これは、バイエス TM とソフトマックスで、前後の予測してそれを、何かしらの重みでかけて、最終的にはこのような感じで目的関数を拡張してするという形になります。で、今回実験するデータセットは、上2つはそのツイッターから持ってきたようなやつで、一番上がCNN とかのニュースサイトから持ってきてる、ここに書いてあるソースがツイッターから持ってきているものとニュース記事から持ってきているものっていうので、アウトオブキャブラリーとなっているのも結構パーセントとしては高いようなデータセットを使って今回評価をしています。
で、まあ、データセットとしてセッティングとしてはフレームワークで PyTorch で、まあ、過去の使ってそのモデルを使っているやつと実際に細かい設定とかを合わせて、で、まあ、ツイートリーにされたエンベディングっていうのは、まあ、グローブから、Twitter のコーパスを使って学習したようなものとかを使って、で、まあ、今回一応、まあ、プリトリーンされてないやつも実験として使っていて、その時はランダムに、まあ、0.05 の幅で、まあ、ランダムにサンプルリングする形で使っています。で、まあ、これが結果になって、まあ、プリトリーンされたやつっていうのが、まあ、イエスと書いてあるこの3つなんですけど、まあ、一番良かったのは結局はまあプリトリーンされて、あ、そのワードモデルの中では一番いいな結局はプリトリーンされた、まあ、で、まあ、そのベクトルも固定せずに、まあ、一緒にアップデートしていくようなモデルっていうのが、まあ、一番高いということで、まあ、プリトリーンされてるやつはランダムよりもまあここではいいというのが言えると。で、まあ、ただそれで、まあ、サブワード、まあ、とプラ、それさらにそのサブワードに、まあ、ランゲージ、言語モデルを追加したものを追加すると、まあ、その、まあ、他その従来よりも精度高い精度を出すことができたというふうになります。で、まあ、こう、まあ、ざっくり書いてるんですけど、まあ、結局で、あ、そうですね、でランダムでやっても結構全体的に高いっていうのはそもそもその問題として単語の位置が割と意味の類似性を積極的に示しているっていうのがあって、まあ、高いだろうというふうに、まあ、言っていて、まあ、それでも結局はプリトリンされたやつや、まあ、そのまあ、ワードエンビディングとかは結構精度に影響はすると。で、まあ、今回そのアウトオブボキャブラリーには、まあ、サブワードや言語モデルっていうのは結構意味的には互換するのに、まあ、いい情報だろうみたいな風に言っています。で、まあ、その後の、まあ、主観的な評価になるんですけど、まあ、ただのワードエンビディングだとこう、まあ、すでに、まあ、ワードエンビディングの中で学習されてあれば、まあ、近いやつは取れるんですけど、まあ、アウトオブボキャブラリーになると結局はランダムに取っているような形でバラバラな意味になると。ただ、まあ、サブワードや言語モデルを追加してやると、まあ、かなり近いものが周辺に来るようになるだろうというふうに、まあ、主観的な評価として伸びています。ということで、まあ、今回このサブワードモデルっていうのの有用性を、まあ、提示するような研究でして、 Twitter なんかのこうデータセットでも、まあ、いい最善、まあ、ステートオブジェクト達成して、まあ、そのサブワードやレンゲージモデルっていうのは、まあ、有用性があるだろうっていうのを、まあ、述べています。発表以上で終わります。